3600万。 そうだね。 あの人はどうなったの? 運転手の奥さん。 責任は取らないの? 会社に内緒でトラックのバイトしてたんでしょ? そうよね。 それが私の命の値段か。 転校生を紹介するわ。鈴木大地です。よろしく。リュウ。誰なんだ。ちゃんと事実関係を聞いてきてよ。何が原因であの事故が起こったのか。悪いけどもうあなたと会いません。俺にとってまずしく不自由な生活はたった一つだけ。さっきリュウと会った。リュウもメイド狩りについて調べてた。こんな知らない人間のために。 君はうちの会社に来るとは思わなかったな。今まで君に隠し続けてきたことを話せて、ようやく肩の荷が下りたと言ってたよ。事件が起きた後に書かれたんじゃないの？彼は事故で亡くなった。やっぱり変だよ。誰かがいじめられることで他の人がニコニコ笑っているまでいられるなんて絶対おかしい。目障りなんだよ。 余計なおせっかいなんだよ。私だって死んだのか。これから言うことを覚悟して聞いてほしいんだ。なぜならこの話を知ってしまった人間は殺すって俺は言われてるから。 認めないよ俺は。どうして死んだなんて嘘つく必要があんだよ。